ダンスマックスのまるまるフレンズフレンズ。はい、では本日のゲストは加賀谷和忠先生です。お願いします。お願いします。カー君こと、って感じでカー君こと加賀谷和忠です。今日は加賀谷さんのお友達を紹介していただきます。はい、僕からは、ワックを教えているカリンちゃんを紹介したいと思います。カリンさん、カリンさん出てきてます、そこに。まずカリンさんとは何々フレンズなんですか？そうですね、某リーグフレンズ。某リーグフレンズ、大体わかるとは思うんですけれども、ダンスの某リーグ、某リーグの某チームでの、全然言ってないと思うんですけど、僕が、はい、もう2回携わらせて、2ラウンド携わらせていただいて、うん、って感じです。関係もそうですし、はい、出会いも聞いてるんですけど、はい、出会いもそうですね、はい、実は、まあ、この大会、そのディリューで、ディリューにも言いましたけど、ディリューで初めまして、それは、それこそワークスでも教えてくださる、ヨウくんの、自主的に制作しているヨウ印っていう、映像作品シリーズがあって、それの、そこにも、ね、ちょっとゲストで、かりんちゃんと僕とヨウくんが呼んでくれて、そこが実は初めましてだったんですけど、まあ、その時はそんなに、まあ、話したりすることがなくて、またどこかだったらよろしくお願いしますっていう感じだったのが初めての出会いで、そしたら、まあ、また同じチームとしてなんか、いい再会を。そうですね、なんか、じゃあそんなカリンさんの、魅力をお聞きするんですけども、はい、これもう本当に一言、まあ、とにかくダンスがうまいと思って、しかしなんかやっぱり、うまいなと思う人なかなかいないので、素敵な人はもちろんたくさんいて、それぞれのスキルとセンスなんですけど、もう、まあ、その大会で何か違うと思う人の中でうまっと思ったのと、それはもう元からカリンちゃんがワック以外で、なんかまあ踊れていったのか、ちょっとまだそこまで知見が長いかなんて分かんないんですけど、大会でいろんなジャンルをそのやんなきゃいけないからこそなんか備わったのか、だとしてもじゃあそのキャッチのセンスすごくないかっていう、であとやっぱりストイックにやっぱりいろんな熱意を持って、取り組むなんかいろんな姿勢とかも、であとは考えてることだったりとか時間だったりもなんかまあ素敵だなって思ったので、もう大プッシュです。激推し、激推しです。ぜひチェックしてみてほしい。センス、感性、センス、好き、あ、スキルとセンスがもうガッと備わっている。ただですね、うん、じゃあそんなカリンさんに、最後に一言メッセージ。はい、まあ、はい、個人的なことになっちゃうんですけど、D リーグもうすぐあと残り2ラウンドということで、ぜひチャンピオンシップ行けるように、そしてチャンピオンシップ行くだけじゃなくてチャンピオンっていういい結果を残せるように頑張ってください。でまた応援するし、また携わりたいです。バイト。バイバイ。はい、では本日のゲストは加賀谷和忠